こんにちは。ヤッホー、お待たせしましたイエーイ。めっちゃお昼過ぎですけども、皆さん何してたんですか？いつもと声違くない？大丈夫そう？気のせい？それはいけてる？お仕事中だよね。そうだよね。じゃん、マイク付きイヤホンをさっき買ってきました。ついにずーっと買わなきゃと思いつつ、ラスイチゲットしてきた枯れてる？マジ？枯れてるよね。あ、そういえば待って、今日ちょっと本当に唇のリップ忘れたからさ、唇の色が皆無なんだけど、これさつけれるかな？ちょっとめっちゃ具合悪い人みたいな、なんかこう書こうとかできないのかな、リップみたいな。できないよね。できないか。ちょっと血色ない感じの人になってますけど、今日は人生初のネイルサロンに行ってきました。じゃーん。昨日行ってた人生初の○○はネイルサロンでした。行ったことがなかったんですよ。あとこれ照明つくかな。壊れてるリモコンみたいな。あ、ついた。眩しい。ちょっと眩しすぎます。目がバグりそうな。あー、すごい。もうすっぴんみたいな色のなさですけど大丈夫かな。めっちゃ可愛いよね。じゃーん。ピンクにした。めっちゃ色悩んだんですよ。もうそう、これがいい。なんかね、探したのをめっちゃインスタとかでネイルって言って、あ、可愛いと思うのを集めて、だけどそう難しすぎてノリで決めました。じゃーん。初、人生初ネイル。自分の爪に塗った。長さ足しはしなくて、めっちゃ「爪綺麗ですね」ってすごい爪綺麗ですねって褒められた。それみんなに言ってるのかなそう、お姉さんが褒めてくれた。優しいお姉さんが爪を塗ってくれました。なんかさ、ネイルサロンどうやって過ごしたらいいんだろうって前話してたじゃないですか。めちゃくちゃ快適だった。なんかテレビをやっぱつけてくださってて、ずっとなんか映画見てました。なんか美容室みたいにすごい話聞かれちゃうかなっていう怯えてたけどすぐ終わった。でも暑すぎて UV、 あのさ、光で硬化するじゃないですか。それがマジで暑すぎて、指ある？私の指ある？ってくらい暑すぎてさ、ちょっと次行くの怖いですけど、まあ、何食わぬ顔で映画見てたんで、心の中「私の指ありますか？熱ー」って思ってたけど、まあ、我慢できるぐらいではありました。待って、これ出せない。あ、ちょっと開け方が全然違いました。すいませんね。すごい、有線のイヤホンなんて久しぶりに使う。なんか自分でもうずっと無線のやつだったから。マイクついてるよね、心配。何これ、そう、おお昨日インスタのストーリーで声変かな。声変ですか？ちょっと違う？言われてみればくらい。全然そんなことないよって感じ。いつも通り歌えないかもしれない。声が出ないかもしれない。持ってるわ、本当。持ってる？悪い意味で持ってるわ。いや、そう、みんなが歌ってほしい曲をいっぱいくれて、じゃん、ティッシュに書きましたティッシュに書きました。歌いたい曲全部歌えないと思うけど、かわちい都会の女です。ネイルサロンで爪をきれいにしてもらった私はもう東京のサロンでネイルサロンで爪を可愛くしてもらいましたので、私はもう最強人気です。可愛いじゃん。わかる、本当に不意に可愛いみたいな不意に爪見て可愛いってなってる。なんか普通にこう過ごしててさ、可愛いみたいなテンション上がる。嬉しいです。イエーイ。もう髪も染めたし、爪もこんな可愛くしたし、もう準備は OK よOK よ。髪の毛ちょっとボサボサ一歩外歩いたから、待って、唇気にしないでください。でもまあ何も塗ってない割には色はある方だよね。今日はナチュラルメイクって感じで見ててください。リップ忘れたっていうのはちょっと忘れておいてもらって、ちょっと念のためリップクリームを、バッグに入ってたりしないですね。はい、しないです。リップクリームだけ塗っておきます、うん、あ、お水持ってくればよかった。本当にソルティーライチ一気飲みした。さっき暑すぎない？今日、まあ、毎日暑いけど飲み物、まあ途中でいいかな。うん、いけるかな。飲み物持ってこようかな。持ってきていいですか？お茶持ってこよう。麦茶が飲みたいとか。いつになったら歌うんだいって感じですよね。ね、これつけてていいもんなのかな。30秒で帰ってくる多分。やっぱね、歌うっていうのは一番カロリー消費しますから、水分が大事です。消されないかな。わーいなんだろう、時間がそんなにない。いやー、何すごい、待って、あ、これさ、簡単にカラオケに切り替えできるのかな。何から歌おう、何がいいですか。でもやっぱこれってさ、フルシャックじゃないですか。フルシャック普段リバウンとか歌ったことないから、やば歌えねみたいなじゃーん、すごい。あなんか変わんのかなこれ。イヤホンつけて久しぶりに、こんな近いのマイク動かせるかと思ったら超固定されてる。聞こえますか？ちょっとこれ近い、こうやって歌おうかな。みんなこうやって歌ってる気がする。じゃあ超席出るかもしれない台本。何から歌おうかな。じゃあちょっといきなり元気な曲はあれですから、私がサムネイル公演で一番好きな歌詞がね、すごいしみるなって思ったこの曲を。何リバーブって、リバーブとは、すごいアイドルが入ってる。誰もが目を奪われて、これはさあ、ちょっとこの曲入ってなかったですとかありえる。ありました。それではチーム4サムネイル公演からこの曲をお聴きください。これどうやってやるの？何これ、すいません。これを歌いたい。私何にも調べずに。ねえ待って、無理。これはどうやって歌うのかな。歌わせてください待って、なんかむずいんですけど、カラオケ機能難しいんですけど、これどうやって歌わせてもらえるんですか？歌わせてください、どうやって歌うの？これを、はい、そしてちょっと待って、どうしたらいい？こんなむずいの？カラオケっぽいやりますってできないもんなのか。歌わせて、ちょっとどういうこと？こうしたら見える。縦でしかできないことないよね。コメントでさ隠れちゃうんだけど、この曲を歌う。しみるなと思った素敵な曲です。待って、もしも会えたら何も言わず思い切り抱きしめてあげる、泣いてる理由がわかるから、あなたはそんなに弱くない、悲しみの川渡れるはず、どんなに傷つき迷っても私はここで待ってる。ありがとうございました。ありがとうございました。パチパチパチ。すごく歌いながら思ったんですけど、これ最初の曲にしては結構めちゃくちゃ終わり感すごいね。確かに終わり感すごいね。以上ですみたいな感じですけど、まあね、この曲はすごい素晴らしいですね本当に歌いながら歌詞、いい歌詞だなって思いながら歌う曲ナンバーワンです。染みますね。なんかやっぱ普段歌わないパートとか不安になるさあ、まあ時間もないのでね、次々いきたいと思いますけど、どうしよう、私何時まで配信できるかな。1時間できるかな。15時半とかまで15時半までするにしてももう30分しか時間がないですけど、これさ、立って歌っちゃダメなの。立って歌いたいわ。ちょっとあれ、高さがあれか上から目線すぎる。じゃあちょっと一曲立って歌ってみるね。あ、声聞こえない。普通にイヤホンつけてるだけで聞こえない感じです。なんかカラオケとか普段行っても AKB の曲、本当に自分も歌わないから AKB の曲でカラオケしてるのがなんか新鮮な感じです。うん、そして楽曲を選ぶ。さあ、続いての曲はあるかな、入ってるかな。ありますように。え、待って、出てこない。え、お願いお願い。あった。縦に一回させていただいて、はい、それではこの曲もね、よく歌ってましたね。皆さんもおなじみの素敵な、もうとっても歌詞がね、泣けちゃういい曲です。それでは、これ何て歌うのかな。それではお聴きください。どうぞ。チーム8のシリアルワールドで歌わせていただいて雨一周イエス忘れないよ君のことガランとした広場でベンチに座りずっと僕の歌を聴いてくれたねイエス忘れないよこれはうるさくないですか？大丈夫そうこれこの近さで。はいということで、ライダーをお聴きいただきました。この曲は雫公園で知名度のね公演でやらせていただいてた思い出の曲です。懐かしいですね。エモくない？なんかこれ本当その時の公演ぶりとかに歌ったかも。エモ選曲ですね。ちょっと待って。毎回麦茶飲ませてくれ。水分。そう、今ね、それこそオンデマ DMM でリバイバル配信、私が選ばせていただいた過去の公演からリバイバルで懐かしい公演が見れるので。その雫公園の16人バージョンやっていた頃のあれ見れますよね。そうそうぜひねご覧ください。当時の私のライダーがね見れると思うのでぜひぜひ。公演の曲が続きましたけど次はどうしようかな。ちょっとこの曲は一番不安なんですけどこちらも懐かしい曲をね歌わせて、いただこうかなと思います。本当ね歌ってみたんだけどさっき初めて歌うみたいなとこがさあってちょっとめちゃくちゃどしゃくさに間違えると思うんですけど、まあ、カラオケあるあるだよねみたいな感じでちょっとはい見逃してください。それじゃあこちら。誰かと誰かはきっと恋も生まれロマンティ準備中ロマンティ時に消えらない君はそこの君は僕は待ってるよロマンティ準備中ロマンティ夢を見ている群衆の中付き合いたい出会いたいすれ違って燃えてられないよさあお目当てはどこにいるのかな知らない人と袖振り合うのファッションも優しい本当は遠くにあってあ、やばい。付き合いたい、出会いたい。 OK alright、 OK alright、 OK alright、 OKということで、岡部チームAの楽曲からロマンティック準備中をお聴きいただきました。ちょっと2番とかで本当にこの曲も歌う機会がね、頻度があまり少なかったイメージなので、2番とかで難しいけど、うん、いや懐かしいですね。チームA時代ね、赤の衣装がすごく印象的。コンサートと、確かに、あ、でも、そっか、言うて歌ってるかな。コンサートと、あと公演で最初の方やってたかな。うん、懐かしいですね。ちょっとお茶を飲みます。この画角やばくないですか？別に大丈夫そう。超上から目線で歌ってくる人になってるけど、まあそれもね、新鮮な声聞こえてる？声聞こえてる？新鮮な感じのね、画角でいいんじゃないでしょうか。みんなちょっと音量注意です。私下がったり上がったり、ね、するんで、すいません、耳いからせてるかもしれない、申し訳ない。1、2、3曲ね歌いましたけど、どうしようかな、次は何を歌うかな。ちょっとなんかゆっくりな曲歌いたいですけども、なんだろうな、全然ないでした。じゃあ全然元気だけど、今 MC タイムです。ちょっとお話じゃあね、何にしよっかな。 AKB しか歌ってない。ちょっとこれも歌えるか、まあ、心配なんですけど、カラオケって感じで、いや歌わせていただいてる身であれですけど、まあ、楽しく歌えたらなと思います、まあ、これもね懐かしい曲です。それではお聴きくださいませ。あ、間違えた。よっチームAと福岡ツアーでやった思い出の大好きな曲です。世界中で一番綺麗な宝石をあげる。だからということで HKT48 さんの12秒を歌わせていただきました。お聴きいただきありがとうございます。ありがとうございます、はい、高い、めっちゃ高い。でも本当にこの曲大好きで、絶対福岡で全国ツアーがある時はこれはやらせてくださいって絶対言うんだ、センターで絶対にやらせてもらうんだって強い意志をずっと昔から持っていて、で念願のね福岡ツアーで12秒をやらせていただいて、その後もチームメイトのコンサートとかで何回かやらせてもらって、すごい嬉しかったのを覚えています。なんか福岡ツアーを思い出しました、ね、当時見てくださってたコンサート来てくださった方とかもね、懐かしいってなったんじゃないでしょうかね。はい、ということで、ただいま14分ですからお茶を飲みます。あと15分はできるかな。エコー使った方がいい、リバーブってやつから今完全なしにしてる。ちょっと1位つけてみようか。さあ次はちょっと元気の高い曲が続いておりますから、でも元気な曲ばっかり私書いちゃってるな。あとは何歌ってないかな。まあ15分あるからもう元気な曲しか私ないよ。まあ元気に今日は行きましょう。明るくね、明るくね、今日は行きたいと思います。じゃあ次は何を歌おうかな。じゃあこの曲で、もうこんなのみんな好きな曲です。これはもうね、みんなが好きなあの曲ですよ。はい。すごいキーもやっぱ下げれるな、本当にカラオケだ、すごい。ではお聴きください。じゃん。はい、ということで AKB48 抱きしめちゃいけないを聴いていただきました。ありがとうございます。結構公演でやってた曲が多いですね。私選んでる曲がみんな大好き、抱きしめちゃいけない、いい曲ですね。いい曲、ありがとうございました。この前武道館とかでもねやりましたね。さあということで、ね、もう5曲歌いましたね。じゃあですね、どうしようかな。じゃあこの曲いきましょう。どうだろう。まあみんながいつも聴いてる曲、聞き慣れた。まあね、一人で歌うことはないんでね、せっかくなのでカラオケで言っちゃいましょう。これはきっとちょっと歌えなかったらまずいくらいのあれですからね。エコーどう？いい感じかな。もう一個ぐらい開けとくか。それではお聴きください。続いての曲こちらです。それでは私の経過でございます。はい、ということでチーム4サムネイル公演でやらせていただいているとすべては途中経過を聴いていただきました。この曲めっちゃ高いですね。普段歌ってるからこうやって普段歌ってるけどこうやって改めて一人でね歌ってみると高ってなっちゃう。ふうカレンダーめくるだけで全てが変わるんです。そうなんです。ありがとうさあということで時間ももうあと少しですけどどうしよう、あと何曲歌おうかな。もうでもねもうですよ。なんかここですごい歌いたい曲があるけどちょっと歌えないかもしれないのでちょっとビビってるこれを歌ってみましょう。これもねリクエストすごいいただいてちょっとなかったです。じゃあちょっとこれはなしということでどうしよう。なんか歌ってほしい曲ありますか？もう大体ねいい感じかな。見てる皆さん聞いて歌ってほしい。私が歌えるかどうかですけどジレンマめっちゃいい曲だよね。私やったことあるけど歌えるかなあ、ずっとあり、未来の扉あり、みんな選曲が素晴らしい。ずっと to be なんだっけなんて言ったっけ。あ、ジレンマないじゃん。ないんだ。歌えるかわかんないけど。30分なのでじゃあ急ですけど最後の1曲にしようかな。じゃあまあここにもね書いてたんでこの曲を歌いますね。あるかな。あ、ありました。では最後にこの曲を1曲お聴きいただきたいと思います。歌うのってすごい疲れるね。普段一人で歌わない曲をこうやって複数人で歌ってる曲を一人で歌ってると疲れますね。それでは最後にこの曲をお聴きください。あ、間違えた。ずっとずっと聴いていただきました。ありがとうございます。はい、ということで、だいたい1時間くらい、合計何曲歌ったんだろう、7曲かな。ありがとうございました。楽しいね、カラオケ配信。ちょっと改めて歌うってなると、合ってるかなみたいなことも多いけど、ありがとうございました。なんか普段一人で歌うこと皆さんの前でないから、新鮮な感じですね。楽しいね。ありがとうございました。本当にずっとカラオケ配信をやりたくてって言ってて、やっと今日卒業公演2日前に念願かなったので、よかったです。無事できてありがとうございました。習得レベルアップ、カラオケ配信をできるようになりました。吉高蓮はレベルアップした。これイヤホンつけたまま配信します。ありがとう。こちらこそありがとうございました。すごいね、お昼見づらい時間でしたけど、遊びに来てくれてありがとう。ということで、もう皆さんお仕事中いませんね。まだこれからお仕事ある方、頑張ってください。ファイト今から頑張ってください。頑張ってください。サボってます。たまにはサボっていいです。サボりましょう。ありがとう。サボってまで見てくれて。今から学校頑張って、ファイトです。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。じゃあそんな感じで、今日のスクショタイムは、今日私と一緒にカラオケ配信を手伝ってくれた麦茶です。隠そうかな、色ないから見えない。ありがとう。ありがとうございました。ということで配信を終わろうかなと思います。すごい、これからイヤホンつけて配信しようかな、せっかく買ったし。ランキングを読みます。13位ヨーラーさん、ありがとう。12位ジャリングさん、11位ひなちゃん、10位 R さん、9位オニオンナイトさん、8位コタンさん、7位わさっぴさん、6位ダブル流星さん、5位鳥おやじさん、4位関西英投資さん、3位タートシさん、2位アントニオイッチさん、1位はやちゃんさん、ありがとうございました。ありがとう。長い間見てくれてありがとうございました。それではまたね。また明日。じゃあね。バイバイ。これどうやって終わるんだ？これかな？ありがとうございました。バイバイ。